いやーもう何回も言ってるんですけど、今年のレゴクリエイター本当にすごいです。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブルーダーヒロゲだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴクリエイターワイルドライオンです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、箱はこのようになってます。ちなみに僕は毎年発売される新作のレゴクリエイターで生き物系と建物系を結構買ってるんですけど、今年の生き物枠はライオンです。いや、これは組み立てるまでもなく、これはもうほんと完成度高いです。いや、これはめちゃくちゃかっこいいです。で、今回こちらのライオン以外にダチョウとイボイイノシシに組み替えれます。はい、箱の後ろはこんな感じです。今回の舞台はサバンナですね。去年のファイアードラゴンと一昨年の深海の生き物の完成度がとても高かったので、今回もめちゃくちゃ期待してます。はい、それでは開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が4つと説明書が3冊です。はい、今回の動画ではこちらのワイルドライオンを組み立てます。完成、ワイルドライオンです。うおー、今年も本当に完成度が高い。毎度言っているんですけど、レゴクリエイターの生き物系は本当にもうすごいです。はい去年がドラゴンで、一昨年がサメで、今年はライオン、完全に海陸空全部揃いましたね。いやー、にしてもこのライオンめちゃくちゃかっこいいです。はい、ではまずはライオンと一緒に作れるこちらを紹介します。まずこちらは、なんだろう、骨付き肉かな。まあ、ライオンといったら、まあ、骨付き肉なのかなこの骨付き肉もパーツ自体は結構シンプルなんですけど、再現度はかなり高いです。そしてこちらはなんだろう、小さいハット、
例えばライオンがいるところってこういう鳥いますもんね。あれ名前なんでしょう、わかんない。少ないパーツですがかなりよく作られてます。何気にこの上のハートが結構好きです。そしてこちらがワイルドライオンです。肺全体はこのようになってます。いやこれどこから見ても完成度めちゃくちゃ高いな。色自体は黄色じゃなくて C っていうなら山吹色ですね。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。目のパーツはクリアパーツになってます。横から見たらこんな感じですが正面から見るとはい怒り顔になってます。いやこれすごいな。ただ個人的な意見なんですけどちょっと縦髪のボリュームがあんまないかなって思います。まあそれでも完成度は非常に高いです。そして胴体はこのようになってます。胴体の作りは去年組み立てたレゴクリエイターファイアードラゴンと若干似てますね。上から見るとこんな感じです。そして尻尾はこんな感じです。はい、続いては可動範囲なんですけどこのワイルドライオンもかなり動きます。まず頭部がボールジョイントになってますのでこのように回転してさらに顎がこのように開きます。マックスここまで動きます。前足と後ろ足はこのようにボールジョイントになってますのでこのようにグリグリと動きます。そして両方の手首もボールジョイントになってますのでこのように回転したり前に動かしたり後ろに動かすこともできます。後ろ足の造形は前足と違いますので可動に関しては若干制限があります。そして尻尾はボールジョイントになってますのでこのようにグリグリと動きます。はい、ボールジョイントを生かしてこのようにダイナミックなポーズを取ることができます。いやもう何回も言ってるんですけど今年のレゴクリエイター本当にすごいです。付属のこの骨付き肉は加えられるのかな。あ、いけますね。付属する骨付き肉もこのように加えることができます。じゃあこの付属する鳥はどうでしょう。よっと、あーよーどうぞどうぞ。付属する鳥もこのように噛ませることができます。では大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的に言えばミニフィグ2体分ですね。これドラゴンライダーならぬライオンライダーできそう。後でやってみます。そしてレゴマリオと比較するとこんな感じです。なんか大きさ的にマリオが乗ってもそんな違和感ないかも。ではここからミニフィグを使ってライオンライダーにできるかちょっとやってみようと思います。座らせる場所的にここが結構フィットしますのでまずここに乗せてあとはこのチェーンパートを使ってライダーのようにすれば、あーダメだった。あー問題なくできますね。反対側も同じ手順でやります。はい、こんな感じです。おー、今年もできましたね。いやー、やっぱかっこいいな。いや、やっぱすごいな、今年のレゴクリエイターは。まぁ、ちょっと若干無理やりなんですけど、レゴマリオでもライドすることができます。ただ、レゴマリオなんですけど、実はこれ乗せてるだけなので、ブロックで固定してるわけではないので、絶対に真似しないでください。はい、レゴクリエイターワイルドライオンはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターワイルドライオンを組み立ててレビューしました。生き物系のクリエイターは本当にクオリティ高いんですけどこのライオンはもう本当にすごいとしかもう言いようがない。はい。これは後に作るダチョウとイボイノシシがすごく楽しみです。であとは動画で説明した通りミニフィグとチェーンパーツがあればライドをすることができますので皆さんもぜひやってみてください。ちなみにこちらのレゴクリエイターのお値段は2000円前後で購入しました。僕個人的に今年発売されたレゴクリエイターの中でこれはかなりおすすめできます。2000円でこの完成度は本当に素晴らしいです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではワイルドライオンからダチョウに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。